まあ、ここはね、この備中高松城っていうのがありますか。豊臣秀吉の有名な水攻めの舞台となった場所なんですけど、高松城っていうのは、まあ、なんかこの横が城があったってことですよね。この備中高松城って知ってる人は多いと思うんですけど、おそらくね、その詳しいことまで分かってる人は多分少ないんじゃないかなと思います。はい、まあ、首塚とかその豊臣秀吉の陣があったところ、これ豊臣秀吉の本陣跡がここにあって、まあすごいな、これちゃんと立ってるし、おお、ちょっと道迷ったかな。いや、これこの下スーッとなんか綺麗に、皆さんこんにちは。今回の舞台は備中高松城へ行ってみたという企画です。それではスピチューブ、最後までお楽しみください。はい、というわけで始まります。今日はね、備中高松に来てます。まあ、ここはね、備中高松城っていうのがありますか。豊臣秀吉の有名な水攻めの舞台となった場所なんですけど、高松城っていうのが、この近くにあったようです。で、まあ、水攻めで、まあ、こういうことを書いてます。まあ、それに関してちょっと今日はね、いろいろと見ていこうかなと思います。はい、というわけで十分始まります。まあ、最上に、この先に最上稲荷っていうのがあるんですけど、その、まあ、参道として、鳥居がね立ってるんですけど、これも、ね、またねかなりでかいんですよね。高さ 27.5 メートル、柱直径 4.6 メートル、中間19メートルという、で総重量2800トンという規模です。ああ、でも昭和47年とまだ歴史はそんなに長くないですね。高松城跡ですね。まあ、こっからその高松城の跡になるのかな。さっきの鳥居があるんですけど、結構思ったよりバラバラですね。現在地がここなんですけど、まあ、切腹場とかなんですけど、まあ基本的にはまあなんかこの横が城があったってことですよね。左側がその敵陣というか、その秀吉の関係した陣があって、で、右とかはお城とかそういうですかね。けどこれですね、なんかあのすぐ近くに足盛川が、まあ、ちょっと距離あるんですけど、河原側から、なんか引っ張ってきたみたいですね、この水路をね。でこの、この横しですかね、ここのところに、まあ、なんかその水というか水路をつなげたという、堤防というかそのから行って、まあ、7、5、6とか行きましょうかね、こっち側から行って、でどう行くのかな、なんかこういう感じで行くのかな。よいしょ。はい、というわけでこれから水攻めのね、水路を作って、溜める場所ですかね、そこにちょっと行こうかなと思います。結構ね数が多いんでちゃちゃっと終わらそうかな。
このね神社も関係したみたいな感じですね。高松の駅のこの、豊臣秀吉配下の、堀尾の陣があったんですね。これ陣があったってことですよね。よいしょ。ここが陣があった場所なんですけど、結構高台ですね。着きました。ここにあったということで、いいな。ちょっとね草木で見えないですけど、まあね結構ね見晴らしというか場所的にはいいですね。おそらくね、まあ、この先から見たら結構なんだろうな、お城が見えやすい位置にあるかなと思います。敵陣が本当に綺麗に見えるんじゃないかなってぐらい、立地もかなりいい感じですね。まあね多分おそらくそのこの備中高松城知ってる人は多いと思うんですけど、おそらくねその詳しいことまで分かってる人は多分少ないんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね行ってみます。ここですね。ちょっと見えにくいんですけど、ここが足盛川からのその用水路というか水を貯めるための、水路の終着点がこの先にあるみたいです。ここっぽい。あ、ここですね。また30メートル。川津が花築堤跡。ここがここにあったということで、まだね向こうの方とか用水路が残ってたりとかするんですが、ここにあったみたいですね。どんな形であったかちょっと分かんないですけど、まだ残ってるんですね。当時の築堤当時の地表面、こんなに。でもそんなに高松城跡高さ表示板現存築堤高、築堤の高さがこれぐらいあって本丸とか斜めとかそんなになんか結構低い感じなんですね。まあ現在地がここなんですけど、まあその陣ですかね、敵陣とのそういう感じなんですけど、最上稲荷があるんですけど、こんな感じで、さっきの高松駅も首塚の中だったんでね。で、まあ、首塚とかその豊臣秀吉の、陣があったところをちょっとこれから行こうかなと思います。この先に行けばあるということで行きます。本当にここなのか。八つ墓村みたいな。なんかありますね。なんか
構登るな。あれですね、太鼓岩行きますかね。うわ、よいしょ、よいしょ、よくしょ。でもこれちゃんと登る人いるんですね。これちゃんと道もできてあって、ちょっと道迷ってたかな。ててててて、うわ、でっか、変な、何やろ、バッタなんかゴミ虫なんかよくわからんけど、なんじゃこれ。あった、首塚、あと、首塚跡がここにあった。ことですね。1582年、自害したということで、まあ、自害した場所は終わり頃の方にちょっとね行ってみようかなということなんですけど、移築したんだ。あー、明治ね、すげえ。これ豊臣秀吉の本陣跡がここにあって、まあ、なんかあったんでしょうね。すごいな、これちゃんと立ってるし、おお、まああれ、あその辺かな、高松城あったの、あの森のとこかな。結構見晴らしがいいな。ね、勇ましくね、旗もなびいて。下の谷間秀吉公の軍馬の止めてた場所ですかね、この下にあったいうことですか。でもほんと最近だって多分こういうのを作ったんかなってすごい思いますね。なんかそんなに古い感じもないし、はい、行ってみますかね。ですね、まあなんかその八坂村でも結構ね、車で普通に行けるよとか、なんか違う道あるよとか、よくね、そういうコメントあったんですけどね。まあ、それはそれでいいと思うんですよね。まあ、Google マップに乗って行って、ああいう感じになったんで、まあ、その西日本豪雨の影響もあって、通行止めとかあったんですけど、まあ、でも、本当に、歩いていくっていうのは、本当に大事なことかなと思います。なんですかね、車では見れない分とか、発見とかあったりするんですよね。ここ、車で行こうか、自転車で行こうか迷ったんですけど、結果ね、吉備線の、桃太郎線の備中高松駅ですかね、そこから降りて行ったんですけどね、意外とその駅っていうのは情報が詰まってたりしてんで、結構どこに何があるかっていうのをはっきり分かってくるのと、やっぱ歩いてなんかいろいろ考えながらね行っちゃうんで、なんか意外と偶然的に見つかったりとかすると思うんですけど、まあぜひそういうなんか探索は歩いて行った方がいいってことですね。はい、さっきより落ち葉の積もり具合も増えてきたんで、すごいなこれ、この下スーッとなんか綺麗に、これもやっぱあれですかね、水攻めの関係のあれかな、結構な水が溜まったって言われてるんで、最高、違う、この上に、おお、しょ、太閤岩の由来について。作戦場の目標物として活用されたっていうことですね。これですね、この岩、まあ、この岩を元に敵陣とか自分の陣とかの位置を確認したんですかね。まあ、大きいその水海があったわけですから、そのどうしてもどこだっていう錯覚に陥ったかもしれないですね。でそこで大きい岩を
置いたのか分からないですけど、目印にしたと思うんですけど、これでどの場所に仲間がいて敵がいるのかっていうことですよね。あとね、900メートルロードで、高松城の、あとに着きますね。その間にもなんかいろいろあるみたいですけど、あればちょっと泊まってみようかなと思います。陸軍特別 大演習記念なんかあった。昭和 5年、11月16日設立、なんかあったんですかね。ここで演習的な、もしかしたらあの奥が八幡宮かもしれないですね。あそこに浮田の陣があったと言われてます。でそっからなんで、こっちですね。一応そのマップでは八幡宮ということでなんですけど、書いてますね、なんかいろいろと。で、浮田の陣かな、多分向こうの方にあって、で豊臣秀吉の陣があっちに、でその真ん中に、高松城がこの位置にあります。で向こうが西条稲荷で、はい、でまあ、この八幡神社なんですけどね、まあ、この降りる時に高松城跡の公園が、ね、示されてるんで、かなり目印になるというか関係性があるかと思います。ここかな、現在地が こっちですね。ここですね。三の丸がこの前にあって、でこっちが三の丸で、本丸があったということです。水攻め温度っていうのもあるんですね。羽柴秀吉大鳥居ですね。まあ、これその陣をね意味してるんですけど、さっき言ったところですね。津田与三与左衛門、加藤清正、吉川元春、ここですね。秀吉の高松城水攻めにより1582年に、まあ、切腹した、高松城の城主ですね、で追って、その家臣たちがお互いに刺し違えて、死んだとこですね。あそこ、これが、稲荷の大鳥居なんですけど、まあ、この辺でその城主は切腹したと言われてます。はい、まあ、詳しいねその位置っていうのが不明なんですけど、船の上で、切腹したと言われております。はい、というわけで、今回ね回ってきました。まあね、車で行って駐車場を止めて歩いていくっていう方法もあるんですけど、僕は今回、電車に乗って、備中松山、あ、備中高松城、すいません、に行ってきました。まあね、結構最初は山登ったりとか
あったんですけど、やっぱりその歩いてるから見えたりするようなね、風景もあったり景色もあったりなんで、ここが高松城で水攻めがあったっていうことは知ってる人は多かったと思うんですけどね、これを機会にねちょっとまた、歴史的な散策というか行ってみるのもいいかなと思います。ぜひ行ってみてください。はい、というわけでまたスピチューブよろしくお願いします。どこかな、ちょっと道が似たような道が多いんで、まあ結構ね迷っちゃうんで、ね、Google マップとか地図あればすごいいいかなと思います。それではまたね、スピチューブ。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。